ザント降臨ドラゴンボールヒーローズ連呼結果ゴッドミッション第2弾行ったりますか。いやもうさ、ゴッドミッション第2弾もかなり来てるよね。もう後半戦じゃん。しかしながら現時点で猛威を振るってね、この見て、進撃のクリーザ。進撃のクリーザ、何このギニュー特戦隊ならぬクリーザ特戦隊。もう多すぎっしょ。今現時点で6枚。6枚あるんだけれども、今日の見どころは、ラッキーセブン、7枚目のクリーザが来るかどうか。じゃあ、行ってあります。いやもうクリーザの進撃止まんねえんだけど。あとね、この魔人ブーは連呼じゃない。一番最初のプレイでゲットした魔人ブーね。じゃあ、こっからはね、連呼結果です。行ってあります。パン、サッ、悟空、サッ。いやー、クリーザ来るかどうかね。見ててくれ、ラッキーセブンの、そして、こんな序盤にキャンペーン来たのけれども、なぜ、フリーザじゃねえんだお前もうなんか来る気しねえんだけど、悟空のねキャンペーンが1枚2枚あのクリーザの下にいるんだけど、このね見えるかな、この悟空とこの悟空、そして今回で3枚目キャンペーン。いやもう勘弁してくれって、そろそろ来てよフリーザ様。なんで来れんだよお前、くそ UR 来たから渋ってんの。まあでもキャンペーンだから大事にすると。で魔人ブー、ほんとこのカードかっこいいな、あのバビディがさ後ろにいるカード、これ好き、ほんとデザイン。でクリタソバーダック、いやコモンでもかっこいいよな、見てくれこの筋肉、ほんとイケメンだバーダック。いやもうコモンでも余裕でコレクションドゥドゥミサブーサタンこのね GT のハゲのサタン大好き、見てこのザケンじゃねえぞゴートゥーゲルサタンで、トランクスザンどうすか来たぞおい、まさかのな、まさかのラッキーセブン。ちょ、待ってくれって。こんな結構、もうね、この瞬間やめようと思った。今日は。もうとりあえず、もうね、運悪いから、やめようと思ったんだけれども、いやー、でもさ、動画的に盛り上がんねえじゃん。まあ、自分的にも納得いかないし、いや、でもね、すげえ、もうやる気が失せた。クリーザ、ラッキーセブン。あ、見て、この威圧感。すげえ。これ、うわ、進撃のクリーザ。半端なくね。なんじゃこら。クリーザ特戦隊 1,2,3,4,5,6 ラッキーセブン、あ、お前じゃないけどね、今回来た、ラッキーセブンはまだスリーブしてないこいつ、ラッキーセブン。こんだけ来たらね、やっぱね、あれだよな、希少価値がなくなってくるよななんかいや、クリーザも好きだよ、もちろんクリーザも好きなんだけど、ここまで来られると思うね、なんかもうあれだ、いいわクリーザね、まあいいや、とりあえずありがとうクリーザ、もう本当にこんな序盤に来てくれてありがとう、もう期待をね裏切んないよねお前は、こんな序盤にさ来るなんて思う、7枚目のクリーザもう勘弁してくれよマジ鼻血出るわ。でね悟空、いやでもその後にかっこいいさ、見てこれ GT のイケメン悟空、今回のさシリーズキラかっこいいよね、いや前のもかっこいいけど今回のもすげえかっこいいね、トランクスもかっこいいし悟空もかっこいい、いやキラでこのレベルだからね、あざっす。いや、しかも、キラー、もうすぐコンプだから。つうか、もうね、あれだ。あるから。もうコンプの、あいつがいるから、メンツがいるから、もうめっちゃ嬉しかったもん。うわぁ、ついに来た、なかなか来ない奴がいるじゃん。もう、他のさ、メンバー来てんのに、一人だけ来ない奴いたじゃん。いや、今回、老化夫婦券、老化夫婦券からの、嬉しかったらマジ、あ、隊長よ。うん、ギニュー特戦隊。リーダー、隊長。もうジース、いやでもジースもね、なかなか、ジースはね、単発の方が似合うと思うんだよな、きっと。白髪の挑発はかっこいいんだけど、ライゼンみたいで。好きなんだけど、ジースはちょっとね、単発の方が絶対いいと思う。ザント。で、ベジータ、ベータ。見てこのマッスル、筋肉。いいね、この格好最高だ。GT のベジータ王子、グレートサイヤマン、ミスター・ブー。で、ゴテンクス、ピッコロさん。で、あー、もうきついわ。まあ、2枚目なんだけどね、タゴマ。タゴマは2枚目で嬉しいんだけど、キャンペーンマジでこれ、ゴールデンフリーザー。みんな来た簡単に。いやー、俺運悪いのかな、店変えたからな、今日。まぁ、ちょっとね、今日店変えたから、うん、いつもの場所じゃないんだよね。いつもの場所もダメだと思って、運悪いから。いやー、でも今回もね、あんまりちょっとね、乗らなかったよね。だってキャンペーン、タゴマ、悟空だぜ。今んとこ。勘弁して、もう、ほんとさ、来てよ。つうか、ベジータ、あとビルスか。ベジータとビルスで、あ、ベジータ、ビルス、ゴールデンフリーザーでキャンペーンコンプなんだよ。なかなか来ない、こいつら。本気で。イラついてくるもんな。ピキるぞ、さすがに。こんだけ来ねえと。で、テンさん。トランクス。このね、トランクスのデザインもかっこいいよね。で、クリタソ。で、ご飯。ゴテンクス。シサミ。はぁ、シサミはね、3枚目かな、これで。3枚目。そこにいるさ。ワン、ツー、スリー。はぁ、スーパーレア。スーパーレアはね、あと1枚で、コンプなんだよ、コンプ。まだ来てない。いるじゃん。イケメンが。イケメンいるじゃん。
クーラの兄貴がいるじゃん。でコンプなんだよね。そして本日の見どころ第2弾、クリーザーに続き、まあクリーザー来たからクーラーが来るかどうか、スーパーレアのラストのスーパーレア、これコンプだから来るかどうかね、見どころだから。いやーこれはクリーザー来たから来るでしょみたいなね。で来なかったらマジ笑える。でバーダック、まあ俺知ってんだけどね、もちろん結果知ってんだけどね、言っちゃいそうなのバーダ、ギリの特戦隊の中で一番ね、あのフォルムが好き、バーダかっこいいよな。でもイボイボしてんだよねみんな。ザーボンさんもさ、変身したらイボイボすんじゃん。なんでこんなみんなイボイボすんの。鱗かな、それとも鳥肌、まあ、ザラザラ感が出てるよね、硬いのかな。うわーなんかサメ肌みたいにザラザラしてそうだみんな。バータで魔人ブー、このカードも結構来るんだよね。でミスターサタンにレアカードの中でもね、この悟空とあとゴテンクスかな、ゴテンクスも結構来るんだよね。このゴテンクスにあと魔人ブーめっちゃ来んだよこいつ。俺これ本当にめっちゃ持って、あー全部で何枚持ってんだろう、今来たので4枚だから全部合わせたら本当10枚以上持ってると思う。すげえ出るもんこいつ、魔人ブー、ゴテンクス、この悟空か、すげえ来るんだよねこいつら。いやーでもまあかっこいいからデザインは好きだしいいんだけれども、ここまでさ偏って出られると結構きついよね。もっとバラバラ、結構あるんだよ種類、レアカードもさ結構種類あるからさ、もっとバラバラに出てほしいんだけど、なかなか偏って出やがるからこいつら。結構ね偏りが出てくるんだよね、レアカードの中でも一番この3種類が多いから。他のも結構あるけど、一応あ全部数えてみるかな、今度レアカードもスーパーレアとかさ全部数えたからこの前ね、あの戦歴で。そしてね、海王神からの海外トゥトゥルトゥトツカトツカドゥルッと見てくれ。めっちゃかっこよくない？いやよかった、やめないで、本当にね、もうクリーザー出た瞬間にやめようと一回思い、タゴマ出た瞬間にもう一回やめようと思い、それでも頑張ったのよ。もう両替もしてさ、小銭用意してたからさ、見てくれ、来たー、よかった、やって、クーラー兄貴来ました、クーラーの兄貴、最終形態かっこいい。でもさ、もうちょいマッチでもいいなと思わない？ね、もうちょいさ、クーラーの兄貴マッチでもいいよね。頭のデカさに対して体がちょっと小さいから、肩幅がさ、ちょっとないから、頭でっかちに、見えなくもないんだよね、うん、いやこれでもかっこいいよ、十分ね。うわーでもカードデザインかっこいいね。でももうちょいマッチョだったらな、うん、デザイン的には最高だったよ。でもクーラーかっこいいね、欲しかったんだよこれ。これでスーパーレア全種コンプリート、アザース S レアコンペやったぜ。破壊光線ザン、恐怖の一族集結アビリティ、いやーこれで揃った、スーパーレアコンペ、あとはキャンペーンと UR だね。来ましたクーラー、かっけー、何このイケメン、この口のさカバーかっこよくシャッて出てくるやつ、これな、この口のカバーイカスは、おおマジかっこいい、クーラーの兄貴アザッス、マジ嬉しいんだけど、泣けてくる、ありがとうございます。いやほんと出た瞬間叫んだもんね、おお見て、これでメタルクーラーもゲットできたし、クーラーもゲットできたらもうクーラーコンペだし、スーパーレアのカテゴリーもコンプリート、アザースダブルコンペやったぜ。でピッコロさん、チャオズサヨナラテンさん、ベジータ MG、 我らが王子、あのさベジータっていうさカップラーメン出たらしいよね、めっちゃ食いたいんだけど売ってねえんだよな、クソ、ほんと俺の近所の店ってしょぼいんだよな、もうなんかブームが去ってから入ってくんだよね、マジふざけんなよほんと、死ねえ、チョコエッグだったら探すのすげえ苦労したし。でダーブラね、このダーブラすげえかっけえ、見てくれバビー、このバビーに洗脳されてるやつどんどんさゲットしたいよね。で紫総長にヤムさん、老化夫婦家、また来た、ゴテンクスね、ゴテングレートサヤマ、そしてねまだね終わりじゃないんだ、まだねまだこれから、クリーザとクーラーで終わってないからまだまだこれからあるんだよね。でベジットね、いやこれマジでほんとベジットとさバーダックとか自分のさ好きなキャラ、かっこいいと思うキャラってさ何枚来てもいいよな、すげえ嬉しかった。いや正直ね、まあ、クーラーも嬉しかったよ、でもクーラーよかちょっとうおーみたいな驚きあったよね、ここで来るかい言ったって、ワンツースリーフォー、4枚目の兄貴ベジットの兄貴、うわー来た4枚、バーダックもこれぐらい欲しいよね、やったぜアザッス、ベジットほんと何枚来てもいいよ、かっこいい。しかしすげえな、ゴールデンフリーザーの威圧感、もうズバ抜けてんなこいつ。てか UR がほんとなかなか来ないんだよね、この苦しみ、もう頼んますって本気で。でトランクス息子、王子の血統、そしてねご飯からのウーブ、そしてグールド、いやほんと気持ち悪い、
マジ生理的に無理って、まあ、嫌いじゃないけどホルモン、いやホルモン嫌いだわ、ホルモン全部嫌いだわ嫌いじゃないけど生理的に無理じゃない、嫌いだけど生理的にも無理っていうね。で戦闘服このデザインも本当いいよね、好き。でほら来た、やったー、勝ち、よかった、やめないで。いやもう小銭分はさ、用意した小銭分は全部やっちゃおうと思って、うん、だからさやったのね。いやでもクーラーでやめときゃよかったなとは思ってたんだけれども、この辺で、うん、もうグルド出たあたりから、あやめやめときゃよかった、でも止まんないからさ途中で、うん、やっぱセンサー働いてるからもうね来てんだよ、もうやりたいセンサー、やっちまいセンサーがね俺も発動してるから行っちゃうのよ、もうダメだと思ってたもん。でもやってよかった、ギリこれだよ、レアモコンペコンプリート来ました。コンプだよね、一応ねさっき iPad で調べたんだけど全部コンプなはず、ギリュウで来たよ。隊長ギリュウ特戦隊、お前ほんとレアのくせにね、アメゴ正直ギリュウかうるしアメゴ見てくれ、このブロンド美女ブルーアイズ、これで爆乳ポイントやべえ、想像したら死ぬわ、18号のアメゴの爆乳ポイント、うーわクリリン最高だなあいつ、こんな美女と毎晩お前で、ギニューね、ギニュー、ギニューのねミルキーキャノン、おー牛乳だけに、牛乳だけにミルキーいいね、このネーミングセンスもいいな。で特戦隊の絆アビリティはね、裏もさ一応見ようぜ、これ嬉しかったわさ、ギニューミルキーキャノン、やったぜ、チェンジノーチェンジっすよ、ギニュー隊長アザース、これでね揃ったわ、うん、リクームバータジースグルド、ギニューだー、ギニュー特戦隊揃った、ついに。でもやっぱねフォルム的にはバータかな、バータ、リクーム、ギニュー、ジースが好き、グルドはねお前そう生理的に無理だから気持ち悪いんだもん、だってなんかイボイボしてるし。でアネゴ、ふぅー、アネゴ最後っすわ、アネゴザン。でトランクス息子チ、このさトランクスのデザインこれも大好き、めっちゃいいよね GT、 思い出すわ、だんだん心惹かれていくキビト、最後はねキビト死んで終わり。いやー最後におっさん来たのがね、ちょっと最後に姉を来たら気分よく終わった、最後におっさん来たからさ、うわおっさんからキビトみたいな、いや最後に姉を来たらなー、マジでほんとさマジ美女くね、ビーデルの姉子に18号の姉子、あざっす、よっしゃ、ということで今回の連呼結果はこんな感じでしたと。うん、なかなかねいい感じだった、なんといってもギニューゲットできてレアコンプできたし、なんとねクーラーゲットしてスーパーレアのコンプも達成できましたと。やらかしてんなこのクーラーのデザイン、マジでこれはやらかしてますわ、めちゃめちゃ崖っつうか、もう一枚欲しい、これマジでこれもう一枚欲しいな、保存用とプレイ用、わーお、もうちょいな、マッチだったら三角形ブロリーみたいな、あの体、あの体でこのフォルムだったらな、マジ最高なんだけどね。いやかっこいいよね、色も好きだし、この白と紫、ほんと鳥山先生やばくね、このデザイン、もうさ、鳥山先生のさ、怪物のデザイン、モンスターとメカのデザインが超好きなんだよね。マジかっこいいもんね、これ見てくれ、破壊光線。シャッて口のさ、このマスク、シャッて出てくるさ、いやー、イケメン。キャーイケメン、クーラー、アザースデッキニューな。お前、この野郎。めちゃめちゃ苦労した。つか、足の筋肉すげえな、ギニュー。さすが隊長。かっこいいな、ギニューもすげえ好き。これはなかなか波に乗ってる。つかさ、UR 来ない、こんなに。こんな、つうか CP もさそんなに来なかったし、今日2枚か、こんだけやって CP2 枚っておかしくねえが、マジかよ、まあ頼ますって、もうちょっと出てくれよ、せめてあと2枚 CP、 せめてあと CP2 枚にスーパーレア4枚ぐらい、まあ4枚はちょっと言い過ぎた、スーパーレア2枚ぐらい来てほしいよね、こんだけやってんだから。まあ2枚もいいか、1枚ぐらい、あと1枚ぐらい来てくれら、まあ、うん、まあまあな感じ。今回さベジットシサミでクーラにクリーザ、そしてあこれかで全部だもんね、少ねえだろ4枚って。まあでもそのうち1枚持ってないやつだし、ベジット来たから、まあ、最強がクリーザ、お前のお前のポジションでクーラーとかさだったら最高、クーラー2枚ゲットできバーダックでもいいや、とりあえずお前クリーザーやめてくれよ、次回から頼む、本当にもうやめてくれ、もうラッキーセブンで止まって、クリーザー頼むよ、クリーザーラッキーセブンで止まり、あとは URUR のコンプを目指す、よっしゃー、これでコモンもコンプできてるから、コモン、うん、レア、スーパーレアコンプできてる、よっしゃー、あと少しコンプリートまであと少し、いやーこれやらかしてるわ、もうちょいだ、もうちょいいけるかな今回。まあシークレットもゲットしたいけど、それよかね UR とキャンペーン、あごめんキャンペーンだ、あとキャンペーンあった、キャンペーンもコンプしないから、キャンペーンと UR だね、キャンペーン忘れてた、ゴールデンフリーザだ、キャンペーンのゴールデンフリーザにキャンペーンのベジータ、そしてキャンペーンのビルスも、
結構あるわまだまだあるじゃねえかって、ふざけん、ちょっと喜んじゃった、くっそー、早くコンプして並べたい、並べて酒飲みたい、まあいいや、また次回から頑張ろう。うん、じゃあ最後はどうする、最後はさ、あの逆に嫌いなさ、ちょっと生理的に無理なグルドバイバイしてみる、グルド、あ、気持ち悪いからダメだな、グルドすげえ気持ち悪い、やっぱりさ、イケメン、このイケメンコンビ、ベジット&クーラバイバイ、いや、クーラかっけえ、マジで、ほんと生かす、この、なんかさ、デザインもいいよね、このカードデザイン、全体的な、うわー、素晴らしい、なんだこれ、スピリッツソード、かっちょいすぎるな、この2枚、この2枚だけで飯うめえな、これ、酒うめえわ、これは生かしてる。クーラー、あ、ベジットはね、結構持ってるから、クーラーも、あと何枚か狙いたいな。4枚ぐらい押してる、これ。すげえ、イカセ。マジラブ、クーラー。